ねえマチャリン、うん、私台湾行きたいんだよね。あ、ぜひ来てください。街も綺麗だし、うん、美味しいお店たくさんありますよ。いいな。じゃあさ、台湾のなんかおすすめのお店教えてくんない？うん、超流行ってるお店がありますよ。お、え、何のお店？パスタです。パスタ、パスタってことはイタリアンってこと？そうです、イタリアンです。すっごく美味しいですよ。おったまげ。そうなんだ。あれ、イタリアン嫌いんですか？いや、全然嫌いじゃないんだけど、なんか他にない？ありますよ。最近できたお店でもいいですか？いいねいいね。だってガイドブックに載ってない系でしょ。きっとこれはマチャリンからしか聞けない話だろうし。何のお店？お寿司です。お寿司かい。それ日本でも食べられるじゃん。そうですけど、でも本当に美味しいですよ。なんかネットの口コミで 3.2 くらいですよ。微妙だね。なんでさ、台湾まで行ってこう 3.2 のお寿司屋さん行かなきゃいけないの？ちなみにわさびは台湾でもわさびで通じますよ。でも入れすぎると涙がちょちょ切れますね。そのちょいちょい入ってくるその変な日本語も気になるんだけど、まあ、お寿司はさ、やっぱ日本でも食べられるから、私はね、台湾らしい食べ物のお店知りたいの。じゃあタピオカのお店とかどうですか？いいねいいね。そう、そういうの聞きたかった。そのお店のタピオカミルクティーは本当に美味しいんですよ。行きたいね。それどこにあるの？台湾とあと原宿にしかないんです。原宿今行けるわ。よろしくお願いします。